サツキランデラは、中世南道府与軍不祖山の北側、白馬後辺にある寺である。1984年5月17日、中世南道文化財資料第98号に指定された。朝や寺から分かれてできた寺であり、報道の建物は、高四角寺を移して、おも立てした。サツキランデラは、くだら最後の王城であった、ふす山城の北西にある落下岩の真下にある。 寺の後ろの岩間には、サツキランイがあり、その上側の岩間には、サツキラングサクリプサイナスヘイスタテスが生えている。この寺院は、白馬後編の落下岩の断崖に囲まれたところに、一致しているので、大きな道を一軒と修行像のための量、修羅があるだけである。寺の遠隔については、くだら末期に創建されたものと推定されているだけで、詳しい記録は伝わっていない。 一説によれば、この寺は元来、九太らの王たちの休憩のための亭主だったといい、また、宮中の内仏弦であったとも伝わる。九太らの第十七大アシ王の時の創建であるとも言われるが、一方で、高麗初期の創建であるとも言われる。あるいは、九太らが滅亡する際、落下岩から消え去った救助たちの魂を慰めるために、高麗の建造十九年に作ったという。 いずれにせよ、帝使や宮中の内仏殿だったとするには、サツキランデラは城壁内に位置するわけではないので、高麗時代の創建と考えるのがよりもっともらしい。報道の建物は、1797年に温山の高四角寺から移してきたものである。上両文によれば、朝鮮の清祖21年に重立てしたものと記録されている。レン文を刻んだ礎石を置き、 電柱を立てたところに、柱の上には彫刻装飾の華麗な翼公式、筒みを組み上げた。祖先に刻まれた、レンゲ門用は、高麗時代の技法と推定される。寺説の周辺景観が美しく、落下岩にまつわる伝説とともに献春できいない岩、サツキラングサなどと有名である。不よ不そ山落下岩の下にある、サツキランデラの岩間から湧き出てくる冷水には、一杯で三年。 若返ると言われており、生まれたばかりの赤ん坊になったおじいさんの伝説が伝わってきている。遠い昔のこと、ところ夫里のある村に仲むつまじい老夫婦が暮らしていたが、老いるまで子がなくて、おばあさんは常々取り戻すことのできない歳月を嘆いており、もう一度、改春して子供を持つことを訴え臨んだ。そんなある日、おばあさんは、檜山の同志から、 ふそさんの川辺のさつきランデラの岩には、さつきラングサの柔らかい色と、岩から滲み出る冷水に驚くべき効き目があるという言葉を聞き、その次の日の明け方、夫を送り出し、その冷水を飲むように言った。ところが、おじいさんが夜になっても帰ってこないと、すぐに、次の日、早く冷水のところに探しに行ってみると、おじいさんはおらず、どういうわけか、生まれたばかりの赤ん坊が、 夫の服をまとって寝ており、ぎょっと驚いた。おばあさんは、あ、と言った。同志が一杯飲んだら三年若くなるという言葉を、夫に知らせてあげていなかったことを後悔しながら、生まれたばかりの赤ん坊を抱いて、家に帰ってきて、大事に育てあげたところ、後にこのおじいさんは国に、大きな功を立てて、くだら時代最高の位である左兵に登ったという。また、 もう一つの伝説として、クダラの王たちは、サツキランイの潜水を好んだと言われており、救助たちにその水を取りに行かせ、サツキランイから、確かに取ってきたという証拠に、サツキラングサの羽織に、3枚浮かべて差し出させたという。ABCDEFG ゴランサテンプル。コリアンインフォメーションネットワークビレッジ。2013年11月1日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2019年5月7日閲覧。ABCDE ご覧サテンプル。コリアツーリズムオーガニゼーション。2019年5月7日閲覧。ABCD 現地案内部に引用。ありがとうございます。